お疲れ様ですロシア・ウクライナ戦争ですとかね、イスラエルの今回の件ですとか、まあ、私たちはついついね、新しい戦争が起きたことに目を奪われてしまうんですけども、まあ、その陰でですね、あまり知られてないんですけども、とっても悲惨なことがね、長い間起きている、まあ、そんな国があるのを私たちは思い出すことがあると思うんですけども、今回ね、まあ、ルワンダ内戦についてお話ししようかなと思います。ここににタイトルル書いてますけどもルワンダは 東アフリカで1962年に独立ということで、まあ、今ねちょうど60歳の方が生まれた時に独立してるんですよ、まあ、ですので独立してまだ若い国と言ってもいいんじゃないかなと思います民族対立から1990年から1994年だからこれつい最近ですよ、ね、つい最近だから私がね1972年生まれですから大学に通ってる頃にこの深刻な内戦が起きたわけですよで内戦の内容っていうのは不都 にによるる土族に対すす大量虐殺ですこれ同じ国の同じ民族が昨日までね「こんにちは」ってって仲良くしていた近所の人同士がなんとねあの、まあ、刀でもってね切り合ったわけなんですよ、うん、切り合ったというか一方的にやられたんですけどもね、まあ、これがだからルワンダの中で内戦という形をとっていますけども実は海外からもたらされたあ、まあ、内戦だったわけですよねうん でそこにはこのベルギーの植民地支配というのが大きく変わってきてます、こう読んでもいいますけども、も19世紀末、アフリカの分断が進む中、アフリカの東部の内陸には、ドイツの進出が行われ、1889年にドイツの保護領となって、その東アフリカ植民地に組み込まれたということですね、まあ、ですので、このアフリカっていう国はね、ヨーロッパのいろんな利権によって、勝手に分断統治されていったわけですよ、それこそ、民族ですとか、地域とか関係なくですよ。 地図の上にマジックで線を引くように国っていうのが分断されたわけなんですよ。まあその結果、アフリカの様々な地区では非常に悲惨なことが起きたわけですけども、つい最近ですよ。つい最近、仏族による土族の大量虐殺が行われて100万人の犠牲が起きたわけなんですけども、こんな悲惨なことがね、ここ書いてますけども、作られた民族対立なわけですよ。 筒族と地族は農民系とかね、遊牧民系とされているんですけど、実際に同じ民族なんですよ。で、見た目は同じです。関西人と、なんかね、関東人っていうのかな。日本人の中でも、その、関東に住んでる方、東北に住んでる方、九州に住んでる方、見分けつかないでしょ。あんな感じなんですよ。同じ言葉を喋り、同じ宗教を信じ、結婚もしていたと。しかし、ベルギー当局は外観の違いから人種として区別。 平らな鼻と厚い唇四角い顎を持つ比較的身長の低い仏族、まあ、それに比べてこういった違う特徴を持つ土族に分けて強制的に違う民族なんだっていうふうに植え付けたわけですよ要するに分断統治をしたんですよねでその他特権を与えた方とそうでない方とに分けて少数派の方に特権を与えて、えー、一方の支配をさせることに成功したわけですよね。まあ、それによって起きたのが 今回の内戦だったわけですよ、まあ、これねあの、まあ、ルワンダの、まあ、涙でしたっけね映画にもなってるんで私も DVD 取り寄せて見たんですけどもまあひどいもんでしたよくこれ映画にしたなと思いましたよねあの映画という作り物の中からでもその、まあ、人間の悲惨さというかね人間のじゃないですよこれはあの、まあ、ヨーロッパによるアフリカの搾取されたそのひどさですよね侵略の おぞまましさっててのが、ね、如実に書かれています、まあ、こうやって通してみると今先進国と言われている G7 っていうのはあの、まあ、他の国他の土地を散奪してできた富だと言えますからね、まあ、全体的にひどい話だなと思いますけどねはいまた別の動画でこの話させていただきますね、えー、今回はルワンダ内政についてちょっと思い出したんで皆さんにお伝えしてみました